今日もやるつもり？先輩こそどうして毎日この時間まで残ってるんですか？先に帰って人前で襲撃されたらかなわないからだよ。それなら安心してください。人払いはちゃんとしてありますので。それはご苦労なことで、けど血を操って剣にするなんて聞いたこともないよ。異界人の間では呪われた一族として忌み嫌われていました。どうして？おそらく強すぎたんでしょうね。異界人は異能の力を持つゆえに、突出した力を持つ者を排除したがりますから。おかげで一族は耐え、私が唯一の生き残りです。嫌な話だな。そうですか。よくある話だと思いますけど。戦闘を始めましょう。わかったよ。でも一つだけ聞いておきたい。どうして僕にこだわる？まったく。なんで逃げるんですか？逃げてるんじゃない、戦略的撤退だ。戦って僕が勝てないのは何度もやって実証済みだろう。信じられません。巻いたか。どこから来てんだよ。くわえ。アロン。バケツ壊した。そろそろ終わりにした方がいいと思うけど。ホラー映画かよ。くらい。先輩、何を？バケツだよ。お腹空いてるのか？ヨウムを倒したことがない？ないってわけじゃないですけど、ほとんど。異界種なのに？言ったじゃないですか。私の一族は血を操れることから忌み嫌われていると。だから能力を見せないよう、ヨウム討伐には関わらずに避けてきたんです。それに。それに？いえ。で、僕をヨウムだと判断して思い切って襲ったってこと？そしたら先輩が不死身だって言うので。だったらいくら切っても死なないですし、私もヨウムを倒すのに慣れてなかったので。待て、僕を練習台に使っていたのか？いいじゃないですか、減るもんじゃないですし。減るよ、ハートが極限まで削られるよ。言ったろ、痛覚はあるって。どれだけ痛いと思ってんだよ。不死身だからって何してもいいってのは不死身差別だ。周りに聞こえますよ。平気だよ、人がいないのは確認してる。お待たせしました。こちら追加のブリートとモレポブラーノとチリコンカンのセットになります。ごゆっくりどうぞ。まだ頼んでたのかよ。不愉快です。不愉快なのはこっちだよ。練習台にされた上にご飯までたかられるとは。たかる？これは取引の条件ですよね。私が今日これ以上戦いを挑まない代わりにご飯をおごるという。その言い方だと明日もまた襲ってくるってことか？違うんですか？